新ン,ンは分子式 C111 の炭化水素でロケット燃料として使用された。新ン,ンは分子の中央に位置するシクロプロパンカーに2つのキラル中心が存在し、以下の立体異性体を持つ。蒸気のように新ン,ンには複数の立体異性体が存在するものの、ロケット燃料としては分離することなく混合物のまま使用される。沸点は摂氏158度である。 分子内に歪んだシクロプロパン管を3つ持つことに、起因して、生成熱は、デルタ FH イコール133キロジュールマイモル、980キロジュール、キログラム、異性体混合物の平均と大きく、燃焼時の発生エネルギーが大きい。そのため、RP-1 などの炭化水素系燃料と、比較して、燃焼熱が多いという利点がある。また、 密度は0 8 5 1ットルと炭化水素系燃料と比較して高密度である上に粘度が低いという特性も持つ。新陳ンンはソビエト連邦及びロシアにおいて1980年代から1990年代にかけてソユーズ U2 ロケットの燃料として使われた。ソビエト連邦では1960年代に初めて合成され、 1970年代に大量生産されるようになった。5、ヒドロキシペンタナールから多段階の反応を経て合成される。しかし、ソビエト連邦の崩壊後、新陳ンンは製造コストが高価なことから生産中止となった。ありがとうございます。